2021年4月2日、今日は受難日、グッドフライデーです。聖書の箇所と賛美で今日もこのグッドフライデーのサービスをしていきたいと思います。まずは賛美をいたしましょう。愛する主よ、イエス・キリストを歌います。お祈りいたします。恵み深き愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。2021年、神様、今日私たちはあなたのご受難を覚え、このグッドフライデーのサービスを今ここにいたします。あなたが十字架にかかってくださった私たちの罪のゆえに、私たちに救いを与えるために、あなたの愛がここに示されたことを覚え、今日もここに受難週、受難日の礼拝を捧げます。どうぞ私たちを導き、またあなたにある恵み祝福をお与えください。これからの時のすべてを御手にお委ねして、主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを歌で捧げましょう。Thank you.
聖書の箇所、ルカによる福音書23章32節から53節の朗読で、追っていきたいと思いますが、賛美とともにこの聖書の箇所を朗読します。聞いていていただいてもいいですし、一緒に、朗読を音読で朗読することも良いと思います。ルカによる福音書23章32節から34節。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。35節から38節。民衆は立って見つめていった。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。Thank you.
39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになる時には、私を思い出してください、と言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。4節から46節。すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。47節から49節。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。
イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは、遠くに立って、これらのことを見ていた。50節から53節。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして天布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。イザヤ書53章4節5節。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。
聖餐の恵みに預かりたいと思います。このイエス様の十字架はちょうどユダヤの杉越祭、杉越の祭りの時に、あったものです。そしてその杉越の祭りとは、そう、杉越の食事をするという習慣がありました。ですからイエス様は弟子たちとまたあの十字架にかかる、かけられるその前の夜、弟子たちとの最後の晩餐をいたしました。その席上で、聖餐の恵み、これを弟子たちと共にいたしました。今私たちも、もう一度やりましょうか。もう一度やりましょう。もう一度やりましょう。それでは聖餐式パートをいたします。はい。次に、聖餐式をしたいと思います。受難日、このグッドフライデーの前日の夜、イエス様は弟子たちにと共にあの杉越の食事をいたしました。これは杉越祭、ユダヤの お祭り、忘れてはいけない、ユダヤ民族が神のに救いをいただいたあの出エジプト、エジプトからの救い、それを覚える、杉越の祭り、そこにある食事の時、イエス様は弟子たちと共に、そう、杉越のその食事であるとともに、この聖餐、これをするように、イエス様のその体と、そして流した十字架で流すその血を覚えて、このようにしなさいとされた、それが聖餐式です。今日もその聖餐の恵みに預かりたいと思いますけれども、お手元に、パンに代わるもの、パンまたはパンに代わるものを準備していただくといいと思います。このような聖餐のキットが配られている方はそれを、またはそれに代わるものを準備してください。パンです。そしてブドウ液、ブドウジュース、そしてそれに代わるものを、準備していただいていいかと思いますが、これを使ってこの聖餐の恵みに預かりましょう。主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者には主の体と血とを汚すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。このパンと杯、今ご一緒にいただきましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。これらのものは与えられる。ハレル、ハレルヤ。願わくは主があなたを祝福し、
あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。